はいどうも社長です、ミュージネームです。ですです。皆さんこんにちは。どうしたんですか、緊張してません？なんか今日緊張してるよ。なんでですか？ね、動画でさ、はあ、カバー動画、毎週カバー動画を水曜日に上げてるじゃないですか。はい。で今回の曲を、はい、あのご本人様登場してもらったじゃん。いやそんなことなかなかないですよ。あれはねめちゃくちゃ興奮しましたよね。いやもうなんかこうね、こう何うわーってなりました。どうした、語彙力、こう体温がちょっとずつね、こうそうね、スススってこう上がって、しかもめちゃくちゃ曲的に体力を奪われる曲だったじゃん。難しい曲難しい曲だった。レベルの高い曲ですよね。そうなんです。で、なんで緊張しているかというと、はい、実は声が震えている、はい、今日目の前にはいいらっしゃるんですよ。なんてこったー。ご紹介をお願いします。石川浩二さんです。イエーイ、代々木バーバラに着いたー。イエーイ、着いたー。生着いたー。生着いたーを聞けるっていうね。すごい。埼玉県からまた東京にやってきたぜ。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。今回の動画ありがとうございます。ありがとうございました。本当にもうこれ結構僕らすげー緊張したんですけど。いやめちゃめちゃ緊張しました。そうね、あのね、あの青いターンのね緊張はね、はい、ちょっとわかりますよ。だってあの兵隊が翼もがれたっていうのわかるわかんないこと言ってましたから、ね、歌詞がごちゃごちゃになってましたからね。歌詞が、ね、何回歌詞を間違えたんだっていう。もう本当に申し訳ない。石川さんラジオやられてますか？え、ラジオ やられたこととか。やられたこと、はい、自らはないですけど、やっぱりその出たことデビュー当時とかはよくいろいろ地方とか回ると地方のラジオとか、ね、何年前ですかねあれ。それもう30年前だね。30年前、ちょうど30年前ですよ。90年5月にデビューしたので、イカ天、イカ天がその前の年の89年だったんで、はいはい、そうなんですね。すごいですよ。僕らからしたらもう伝説のバンドで、もうブラウン管でずっとあの、うんうんうん、歌の番組で流れてたっていう曲なんですよ。すごい。それをカバーさせていただくとこの YouTube で。恐れ多くてね。いや本当に震えましたよ私。で実はあと2本あの動画がありますと。なんと贅沢な。そうなんですよ。やりましたね。やりましたね。何かは言えないんですよ。ね、これは1億ぐらいかかってるんで。ギャランティーが1億ぐらい。いや本当にかかってますよ。もうすごいですよ。そうそう。今やっぱこうやってコロナウイルスの騒動で、うん、お仕事とかって大変じゃないかなと思いまして、はい、そういうお話もちょっと聞きたいなと思ってるんですが、はい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 、今どんな活動とかされてますか？何の活動もない。もうね、本当、まあ、特に4月ぐらいからは、はい、ほぼ全部ライブは飛びましたんでね。そうですよね。まあね、このバーバルを始めてたライブハウスも大変だと思いますけども、はいはいはい、ミュージシャンもほぼ無職。そうですね。そうですよね。ライブだけで食べていた状態だったわけじゃないですか。そうですね。うんうん、もうこういう騒動になってしまうと、やっぱりこう、はい、仕事をすること自体ができないっていうこともそうだし、うん、そうなんですよね。だって普通だったらライブあるからお客さんいっぱい来てって集めることが ね、 主目的の宣伝なのに、それがみんな来てって言えないっていう状態が ね、うん、厳しいですよね。それが厳しい、うん、これって今後なんかどういう活動をしていくとか目標にされていることはあります？今のこういう状態でね、この状態がいつ終わるかっていうのがはっきりね全然わからないわけ で、ね、これ来月終わるかもしれないけど、もしかしたらねもっと秋とかもっと長引く可能性もあると、やっぱりこの間ちょっとねあの別のお店なんですけども、はいはい、ネットの有料配信のライブをやったんですね、はいはい、そしたら結構ですね、有料が2000円ぐらいのチャージを、払った人が見られるってやつなんですけども、はいはい、それでも結構ね多分普通にやったらこのぐらいのお客さん来るかなっていうのの3倍ぐらいのお客さんが見てくれて、結構見てくれてる意外と。だその後でこう、まあ、コメント欄とかもあるんですけども、はいはい、あのそれに書いてくれたのがあって、あのそれ見てこう即興歌を作ったりもしたんですけども、はい、面白いですね。そうするとねやっぱあの地方の人とかがあの、はいはいはい、ちょっと東京まで見に行けないかったけども、これに見られたとかですね、あとやっぱりその仕事の時間的に普通のライブそれあっても行きたかったけど行けないかったのがその後々でも見られるので、はいはいはい、それの後配信で見られたとかね、そういう人もいるので、まあ、もちろんねやっぱりそのライブっていうのはある種体験だと思うから、はい、同じね空気、そうですね、振動がだからライブに来るのが一番なんですけども、やっぱりそれができない状況だったら、うん、まあ、配信っていうのも
それだってもう配信でいかに遊べるかっていうことを考えた方がいいかなと。なるほど、うん、そうですね。ライブハウス自体もやっぱ配信にこう切り替わっていっているっていうのがあって、うんうんうん、そうでしょうね、うん、でそういうのもすごい大事だなっていうのをすごい感じております。そうですね、はい、だからね本当にやっぱりライブをそのまま生で見てもらいたいっていうのはね、うん、そのライブハウスもそうだし、ね、ミュージシャンもねもう直接こうっていうのはすごくあるんですけども、うんうん、それができない状態での最善策だったらやっぱり配信ですよね。うん、そうですよね。だ今後もしかするとあのそのコロナが戻ってもあの生もやりながら配信も地方の人とか、はいはいはい、あの見られるっていう感じになるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、両方に対応できるところが、うんうん、ライブハウスとして多分今後の課題になってくるんじゃないかなって僕も思います。そうですね、はい。でお店も経営されているとお伺いしました。そうですね、そうですね、まあ、あの一応僕がプロデューサーって形でオーナーは妻なんですけども、はいはい、西荻窪にニヒル牛ってやつです、はいはい、ニヒルの牛って書いてニヒル牛っていう、はい、まあ、普段はアート系の雑貨店なんですけども、うん、そこでちょっとあのお店8時夜の8時もあるんですけども、その後にこうあの PA とか全然ないんですけども生歌のライブとかもやることがあって、あ、実は今月とかはちょっとあのお店の20周年記念なんでニヒル牛フェスっていうね、ちょっとフェスって言っても1日1組ずつ1ヶ月にかけて毎日出るようなライブをやろうとしてたんですけども、うん、はいはい、それもちょっと今回のね流れだって延期になっちゃったので、今それをだからもう無観客で配信でやろうかどうかを今検討してるような感じですね。そのバーバラにも全然狭い空間なので、はいはいはい、ギッチギチで25人ぐらい入るから、でもそれだと本当ギッチギチのまさに密なん で、ね、ちょっとそれ入れるのも微妙だなっていうしばらくはね。一回遊びに行かせていただいたことがあって、そうそう見に来てくれたんだよね。あれは何のきっかけだっけ。あれはあの本をイベント、本を販売しているイベントだったと思います。あ、そうですね、はい、でトークライブ、あ、そうですそうです、空き缶のその本の紹介をしてください。あ、ぜひぜひ。はい、ですね、僕空き缶あのジュースとかのね飲み物の空き缶を、はいはい、自分の飲んだ空き缶を延々35年間ぐらい集めあの釣って3万種類それが今家にあります。でそれを集めた本が去年出まして、懐かしの空き缶大図鑑っていうオールカラーの本が出て、ちょっとその出版記念みたいなのもやったりしたんですね、はい、でその時ニヒル牛さんにその、はい、本当に空き缶が吊るされて展示されてたんですよね。そうなんです。すごい状態良くてびっくりして、そうそう、何十年前っていうのもあるのに、うん、すごい綺麗だなと思って。一応その本を出す時にね、スタッフの人がね、はいはい、みんな磨いてくれて、そうだったんだ、ね、そう本もねあの、はいはい、買わせていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとう。普通に見てて、かわいいってなりました。いやでも昔のレトロな空き缶とかすごいいいよね。うん、良かったです。すごい良かった。そう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 、もうね、中小メーカーなんてもう会社自体がなくなってるから、もうどこにもね、ないものも結構あると思うんですよね。プレミアなものですね、はい、今まだあの書店とかでとかネットとかで買えると思うので、はい、ぜひ検索して買ってください。ぜひぜひ、ぜひ検索してください。はい、なんできっかけとか何かあるんですか、その空き缶を集め出したきっかけ。そのね、昔僕タマっていうバンドをやってたんですけども、はい、それがアマチュアの時にあの、はい、関西の方にツアーに行った時に、はいはい、関西の方でしか売ってない缶ジュースを見つけて、あれこれ東京で売ってない珍しいなと思って、最初は軽い気持ちなんかお土産でちょっとあの阪神のまだ現役だった掛布選手がですね、はいはいはい、のイラストが描いてあるやつだったんで、あれこれ阪神ファンの人とかちょっとあの珍しいと面白がってくれるんじゃないかなと思って、はいはいはい、それをちょっと持ち帰ったところ結構受けが良くて、あれちょっと珍しい感じですが集めてみたら面白いかなって言ってるうちに35年が経ち、もう家がもう缶で全て埋まり、だから今僕埼玉に住んでる、さっき言いましたけど、はいはい、あの別に埼玉にあの実家があるとかなんか関係者がいるとかじゃないんです、はいはい、その大量の空き缶のためにあのマンションとかであの到底入りきらないんで一軒家を借りなければならず、あ、なるほど、そのためには都内では家賃がお高くてとても住めないので、そのおかげで埼玉の某所に住んでいるという。なるほど、そうなんです一軒家借りなきゃいけない。すごいですね、はい、確かに量が半端じゃないですもんね、絶対何でも極めて見るもんだねいや本当そうですよね。なんか始まりはパーカッション的な意味で買ってたのかなと。ああ、いやいやそうじゃないですね、ツアーで行っ
って、えーえー、面白い。でもそのね、あのこういう職業柄いろいろ地方とか、はい、あんななら外国とかにも行ったりするんで、そうするとそこでも見つけて もう帰りはもうカンカラだらけになって帰ってきて、すごい。それなんか言われたりしないですか、空港こう入る時とかね。 ありますね。あのやっぱり X 線検査があるから、はい、あの大抵にやりでこれなんだとか言われて、あのマイコレクションマイコレクションってもう大概どこ通してくれるんですけども、ロシアに行った時だけは、はい、ちょっと待て、えわ止められるんですって言われて、はい、これは我が国ではゴミと言うって言われて、確かにゴミなんですけどゴミを集める人もいるんです。ざっくり、ざっくり言いますね。ロシアは集めた集めてる人とかいないのかな。あ、いないんですかね。ゴミとしてしか認識されてない、まあ、だからロシアっていうね、社会主義であんまりその、うん、そんな商品が次々と出るような珍しい感が出る国じゃないからだと思うんですね。なるほど、そうかそうか。なんかアメリカとかだとその例えば、僕みたいに何でもかんでもあの缶の飲み物集めてるっていう人はあんまりいないけども、うんうん、コカ・コーラ関係のものだけ集めてる人とか、もしくはビールだけを集めてるって人がいるみたいですね。なるほどなるほど。コレクター市場はあるみたいな。やっぱそれがアーティ、アートになるし、そうですね、アーティスティックな感じではすごいあるからね。今後なんかそのライブハウスに期待してることとかってありますか、最後に。あ、ライブハウスに期待してる、僕たちはこうこういう状況どうしていったらいいですかね。ちょっと その答えはなかなか難しいけどでもとにかく僕はバーバラさんは、はい、ある種の財産を持ってると、それはそのミュージシャンの質がすごい高い。あ、本当ですか。高いと思う。いつも出演してくれるたびに言っていただくね。あ、そうですね。そうそう、毎回出るたびに驚く人が大体一人や二人はいて、はい、ただ上手いだけじゃないんですね、うん、みんなちゃんとオリジナリティがある人がこのお店はすごく集まってるので、うん、だから何でしょう、その分ある種マニアックとも言えるかもしれないから、はいはい、もしかしてそんな大ヒット するっていう人はそんなに多くないかもしれないけども一定のファンでもその何十年もずっとファンを続けてるっていう人は出てくると思うので、うん、このやっぱバーバルっていうお店はすごいそういう面で、そういう面はやっぱりより特化して、はい、でライブハウスも数が多いからやっぱりこのお店にはこの特徴っていうのがあった方がいいと思うので、バーバラはやっぱり個性的な人でしかも質が高い人が見られる、必ずそれ結構もう安心してその保証があるみたいな感じなので、みんな言ってくれてる聞いてるみんな、ね、れ外れないよほとんど嬉しい。石川さんといえばさ、俺らにとってはさ、この何度か出てもらってるけど、はい、やっぱり、はい、他の人がライブやってる時に客席でちゃんと見てくれてるっていうのが、いや、そうなんですよね、すごい安心するんですよね。でその上での意見だから、これはもう貴重な意見だと、はいはい、そうですよ、本当に本物のモノ本ですよ、はい、はい、はい、じゃあそろそろ締めに行きましょうか。はい、あ、ではで、そうだ、はい、石川浩二さんのクラウドファンディング代々木バーバラと、それだ、はい、それそれ、その話もしないと、はい、その話もしないと、ザーザズー代々木ライブラボ代々木アルティカ7、代々木バーバラ4会場、代々木のライブハウス4会場合同で開催しているクラウドファンディングの、リターンのね、一つになっております、コンピレーションアルバムの、はい、こちらのリターンに石川浩二さんが参加していただいております、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます。ぜひ皆さんね、クラウドファンディング、ご支援いただけたらとても嬉しいなと思います。なんかそれがそのうち野外のフェスとかにつながればいいな。あ、そうですね、面白いイベントね。その昔の僕しか知らない人は、あのね、タマっていうバンドでね、あの太鼓叩いてた人、まあ、今回のセッションも太鼓なんですけども、はいはい、実はこれね、バーバラさんに出させてもらうときは、あの割とギターの弾き語りで出ることが多くて、ね、うんうんうん、僕のギターも使っていただきたいで、まあ、今回もね、ちょっと弾き語りの歌物バックバンド付きので、はい、ちょっと1曲参加させてもらってるんで、あ、こういう歌も歌えるのねっていうことで、はい、聴いてください。ぜひぜひ、はい、お願いします。クラウドファンディングよろしくお願いします、はい、お願いします。みんなな本当はいろいろライブあるんだけど、多分流れる可能性が高いので、あまり言えないんで、集まれって言えないですから、僕は石川浩二で検索すると、ホームページ20年間毎日ほぼ更新してるホームページがあるんです、ちょっと狂ったホームページがあるんで、そこにライブインフォメーションとかも載ってるので、ぜひそちらも見ていただけるとありがたいです。はい、はい、というわけで石川浩二さんでした。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。